占い本屋さん、アルカネットブックスにようこそ。私は無視できないガイアの乙女、アルカネットです。今回は2021年4月の HSP 交流会を早い目に切り上げて、無印良品の名鉄百貨店さんに寄らせていただきました。話のネタになるんじゃないかって思って、コオロギせんべいを購入いたしました。去年はネット限定でしたが、大量生産が間に合うになり、店舗販売ができるようになりました。今では飛ぶように売れていますね。運よく在庫が残っていたので、4袋ほど買わせていただきました。1袋税込み190円なので、4袋で760円でした。それより本文に入らせていただきます。それではゆっくりしていってね。コオロギが地球を救う。現在世界の人口は77億人いると言われます。これからの地球環境が悪化する中、人口爆発により畜産業の食料不足が問題になっています。そこで代表と私が無印良品さんのコオロギせんべいを食べてレポートをまとめたいと思います。私は代表の声を代弁するだけですが、味はそのまんまエビの味でしたね。陸地のエビって感じがして、醤油とでんぷんの味が少し強く感じられました。ただエビへと偽る分には違和感は特に感じられません。思ったよりも美味しかったのです。コオロギパウダーが原型を止めていないので、誰でも安心して食べることができるかと思いますよ。昆虫食初心者にはうってつけの食べ物じゃないかな。職場での反応。コオロギせんべいを試食してもらって、特に印象に残ったこの3つを紹介します。上司 Y さん、男性の感想。エビせんに似ているとはいえ、磯の感じがしなくて肉の感じがする。思ったよりまずくはないが、自分自ら進んで食べようとは思わない。数多くの選択肢があるうちで、昆虫食しかないのであればそれを食べるかもしれないが、俺の選択肢にはそれがない。話のネタ程度の存在感に限られる。同僚愛さん、女性の感想。エビみたいな味で思ったよりも美味しい。コオロギのパウダーによって原型を止めていないので、安心して食べることができる。同僚愛さん、男性の感想。コオロギと聞いて変な匂いがしないかと思ったが、実際に食べてみるとそのまんまエビの味がした。美味しかった。無印さんの本気が伝わってくる。まとめ。まだまだ向上の余地はありますが、コオロギの味自体はそんなにまずいものじゃないので、これから浸透していくことに期待したいと思います。まだまだ食事の選択肢が多い日本では、昆虫食は抵抗があるみたいで、まだまだ広まりませんが、昔はハチの子やイナゴの佃煮などを食した文化がありましたね。お酒のおつまみに合うのか。代表はライスワークの後でビールを飲みました。私は未成年なので代表の言葉を代弁するのみですが、コオロギせんべいはお酒のおつまみにぴったりだったと言えるでしょう。コオロギせんべいの塩気が喉をほどよく乾かして、ビールの味を引き立たせてくれましたね。日本では昆虫食に抵抗があるとさっき話しましたが、昆虫食の自販機が都内や各所で展開されているし、タイや韓国では昆虫食はメジャーなものとなっています。コオロギせんべいは原型を止めないコオロギパウダーによる調理なので、気がつかなければ美味しいと言ってもらえます。昆虫食は誤解されやすい。昆虫食はディズニー映画ライオンキングでジャングルに迷い込んだシンバがお猿やサイに助けられて、ジャングルで生きることを決意します。その時に超実写版で昆虫食に挑むというシーンがありました。昆虫は成長が早く低コストで餌を調達できますし、
餌はキャベツの外側の葉っぱで食物コストは安いし、下手したら人間の廃棄食料で世話ができるとなると、畜産コストの低減も夢ではありません。牛のゲップが、温室効果ガスの大半を占めるとも言われます。昆虫はほとんどゲップしませんし、コオロギパウダー 100g で鶏胸肉 100g よりも、タンパク質が多いのです。高評価5以上で、他の昆虫食に挑戦します。期待している皆様は、高評価に投票をお願いいたします。噂では、蚕のさなぎは煎った豆のような香ばしい香りがして、酒のおつまみにぴったりだと聞きました。タランチュラは苦いんだそうです。カブトムシは食べづらいんだそうです。エガチャンネルさんで、エガシラさんたちがいろいろな昆虫食に挑戦した動画がありますので、案内いたします。よかったら見ていってくださいね。昆虫食自販機で、タガメサイダーなるものが売っていました。メロンソーダに似ていると言われます。本当かどうか怪しいですね。機会があったら飲んでみたいと思います。昆虫食は日本では、あまりにもマイナーですが、かつて田舎では蜂の子やイナゴの佃煮を食べていたりもしましたし、今では食の欧米化により選択肢が増えてしまったので、あえて昆虫食を選ばないというケースがほとんどです。しかし、世界の人口は2050年になると、100億人に達すると言われます。そうなると、健康を維持するために必要なタンパク質がかなり不足するかもしれません。これからの地球環境のことを考えたら、昆虫食は選択肢には加えても良いと思います。無印良品さんは、ついにコオロギせんべいの大量生産に成功しました。今だったら、お近くの無印良品さんの実店舗で買うことができます。代表は無指導艇を卒業いたしました。高評価によっては、他の虫に挑戦したいと思いますので、できる範囲内で挑戦したいですよ。これでこの動画を終わります。最後までご視聴くださりありがとうございます。最後にお知らせがあります。毎月第4日曜日に愛知県名古屋市栄でおしゃべりバーナイケダマカフェさんで、HSP 交流会をやります。お友達をお誘いの上で、お越しくださいね。代表が待っています。たびたび、最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録後のベルマークを押していただけたら、楽しいお知らせが届きます。5月は土曜日出勤なので、不定期更新になりますが、積極的に投稿したいと思います。それでは、次回も、ゆっくりしていってね。